DH7W エブリーワゴン、今回ねエスペリアルやったかなのダウンサス、これをねつけていきたいと思います。まずはねリアからいきましょうか。ちょっとね多分長くなるので動画が2部に分かれるかも。じゃあやっていきます。まずねリアからやっていきますので、タイヤを外して馬をかけてそこからいきます。まずねこんな感じでホーシングに上げてでね馬かけてね左右してます。こうすることによってねホーシングをね下げた時にブロッとバネが外しやすくなります。でねこのショップの取り付け部ですね、左右まずねここをねこの上げた状態で緩めます。17ですね。必ずねナットの方を回してください。で反対も行きます。でこの状態でねジャッキデフ側をね下ろします。下ろしてねちょっとデフがねジャッキから離れてからね軽くね上げます。でそうするとねこのボルトがね簡単にね外れるところ、もうちょっと上げました、ここですね、この状態にねします。でボルトをね抜きます。反対もね同じようにします。硬い場合はねジャッキ上げたりして調整してください。この状態でねジャッキをデフを下げます。これねショップが突っ張ってまあデフが外れないようにしてます。まあ他にねラテラルもあります。でここで注意がね、ホースがね突っ張るですね。ねブレーキホース。こいつがね突っ張る手前でね、今突っ張る手前です。この状態でね必ず止めてください。でね、今こういう下げた状態ですね、ちょっとこの遠目からこれでねスプリングが遊んでる状態です。でショックをねちょっとかわしてもらって、でここからね抜きます。
外しにくい場合はね、外しやすいところまでね、こいつをね回してください。そうするとね、もうこのまま抜けます。あとはね、清掃してつけるだけなので、とりあえずね、こっちがつけていきます。スプリングはね、リアとフロントシール貼ってました。で、これね、マークがね見えるというかね、この上の位置にまっすぐなるように上下になっております。で、下はね、こういう感じで、上はね、フラットなのでね、まあ、こんな感じでね、まあ、外した通りに入れます。で、上はね、こういう感じで入ります。ちょっとショップをかわさなダメなので、ちょっとここを入るとこね、後ろから撮りたいので見えないので、こんな感じです。ショックをね、かわしてもらって、で、さっきねバンブラバンのとこ入れて、で、このエンドのとこですよね。エンドのとこはね、きっちり入るようにしてください。反対もね、同じようにしていきます。こっちはね、もうこの角度からいきます。で、ここの注意点はね、こいつがね、ほんまにね、突っ張るので、必ず注意してください。ここがね、バンプラバーのこの金具の部分がね、ちょっと当たってね、ちょっと外しにくいです。だからしならしてください。で、清掃してもらって、上はね、フラットなので勝手に入るようになってます。で、ここですね、きっちりね、上げた時に入るようにしてください。あとはね、このショックのね、取り付け位置までデフォをね、上げていきます。で、この辺でね、この切り欠き、エンドですね、エンドがちゃんと入ってるか見といてください。まあ、こんな感じでね、ボルト入れていきます。これでね、OK です。で、あとはね、とりあえずジャッキをね、前にかけた馬がね、浮くまで上げます。今浮きました。それからね、締めていきます。左右します。これでね、上げた状態で増し締めです。で、下ろした状態でまんま全部ね、増し締めしても OK ですからね。今この状態でデフォを
揚げればね、おろした状態と同じになるので、このまま増し締めしていきます。これでね、タイヤをつけて完成です。でタイヤをつけたところからいきます。でタイヤをねつけたので下ろしていきます。初めにね測ってなかったですがね、昨日測った時点でねこれ以上あったのでね、今現時点でね3センチぐらい、指、僕の指ね1本ちょいぐらいで、ラテラル付きのねこの横の棒ですね、こいつがね初めに斜めなんですね。これがね車庫端するとまっすぐになるので長くなってね、こっち側がね飛び出るんです。ちょっとね5ミリぐらい多分飛び出てます。これはねまたあのラテラルでね戻すとちょうどねつらつらになります。それはねまた後日します。であとねあの車庫端した時のね、まあ、最後のちょっと調整っていうんですかね、それはねまた別動画でねアップします。今はねさっさっと簡単な車庫端の仕方のリアでした。またねフロント部もね動画アップしていきますので、フロント部でまああと調整、簡単な調整をやっていきます。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。